で、それ押してないけど、首を動かせない、うん、いい、うん、これで、こう動かせない、何、首を動かすの、そうだよ、もっと早いね、おー、確かに、その時に、ここに出して、こう動かすの、そうそう、ほら、うん、まず動かすだけ練習で、ここで押す、こういうこと、動かしすぎるけど、こう動かしすぎる、ほどほど、何でもほどほど自分が首が動くかなっていうのを確かめるために動かすの、うん、そうそうそう、そうしながら押す、うん、なんか複合な動きで今度今手首の内側がつりそう右のこうしようこうやって確かめるように動かしようこうやって動かすのもわざと動かさないんですけど、うん、鼓動から鼓動が入れば確かめるようにしますね、うん、もうちょっと中の骨、うん、それは肉を動かす身を、うん、その中に骨がある、うん、あ、これそもそもこういうこと？背のまっすぐじゃん、うん、これだったらこっちと動きやすいじゃん、うん、確かにこれだったらそれは完全な触手じゃないよね、確かにまっすぐでちゃんと両方、うんうんうん、これこうやったら俺もこっち動きやすいじゃんね、確かに、だからこの額と鼻、顎、背が出てるとあるように、うん、この方も手首つけて、内側の筋休んでよ、これだけで押しようかや、あー、なるほど、ここそうそうそう、先生、ここがなんかつりそうだ、そうだから、ほら、あ、そうやってます、ね、確かにそれこうじゃなくて、こうですよ、これここで、こうやってだって動かしてたら骨に触りやすくない？確かに。余分に言うと押さえしないでしょ。はい。強さはこれでいいんですか？もうちょっと強いぐらい。強いぐらい。今そう肉にしか当たってないから。そうなんですよ。骨に当たってないから。そうですよ。骨触ってるから。まずちょっと。右を押さえてる。骨のとこ押さえようとしてるんだけど、左は全然肉に。前に近いってね、これね、こうですよ、はい、OK、そうこのぐらい、このぐらいか、これは難しい、だからこれ練習するんですよ、うん、はい、ちょっとどうぞ押してるから、はい、こう真横に、うん、こうこっちを、そうそう、今こうじゃなくてこう押してみる、うん、こうで横、そうそうそう、そこね、もうちょっとこう首を動かした方がいい、そう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 、もう首じゃいい、こっち押してこのぐらい、
反対のぐらい、こう、はい、うん、そんなにそう、こう、うん、ぐらいしそう。ってことは下に行くにつれて動き方はちょっと変わる、下に行くにつれてこう、骨に触れる動かせばいい。ああ、そこ中心に。そうそう。こう。そう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 。そう、はいはい、ああ、本当より動く。ありがとうございます。はい。ここですか。そこはないんだけど、はい、今こうしてるだけ、はい、こう持っていかなかったら動いてるかどうなのか分からないでしょ。こうですか。そうそう。こう。これ骨です。これ骨じゃないの。肉？あ、それ骨でもないし、何や喧嘩それ。肉とは言えんし、人体に一部触られてる感じ。おお、触ってるお茶。うん。あ、こっちと後ろ来た。そうそうそう。そうそうそう。あ、これか。うん。これが何番ですか、先生。これは3、4。これが3、4。3、4の3と4の間。ああ。僕。ってことは、こっちに行ったら、あれ？これは一緒か。これは多分一緒だね。これで、はい、あの、デルマトーム。はい。腕を覚えていくわけよ。あ、そしたらここの採用になったら出るわとる何番どこ行ったら手の辺、手の真ん中かま、え、4度か、首回りですか、うん、うん、3、4、うん、ここちょごめん、地味に動く3、4だからこのここ首前だよな、はい、首前なんかちょうど注射角筋なんよ。あ、注射角筋のとこが肩が縮んだら、はい、注射角筋のとこ出てくる 3番4番、はい、とか出てくる神経があるんよ、はい、神経が、うん、それ神経が圧迫されてしまう、うん、でそこからしてったらもう神経 この力もね、いくつか結局の代表の腕みたいに力が入らなくなる、はい、うん、3、4だったら今ここか。そう、だから代表の力が入らんのを見たら見てやれ、手の穴がどこじゃね、肩から4、5、ここにこう来たろ、これ、はい、5ですかね、こう来てるやろ、6、7、あ、左ですか、は5、4、5ですかね、ずっと来てるので、あとは肩のところに来てるのは何、左かの何番？あと5、6です。5、6、うん、うん、5、6、さっき言ったように5、6の辺が4、5、6、あの辺がおかしいぞって言って、うん、でそこです。そしたら4、5、6辺の力が入るったら聞くと、うん、中指から、うん、外側と親指側じゃない、はい、神経はね、はい、そしたら昨日の代表みたいに力が入らない、もともと薬指と小指力が入らへんのよ、うん、だったら力が入るのは人差し指と中指、うん、でしょ、うん、おじゃ番号でこれですか、こう、そう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 、このこれはじゃあ何番、こっち、これ多分6ですね、これが6、見にくくなってるんですよ、ね、あ、そうか、こう6、
そこ、あ、そうか、ここがグーッて来てるからね。肉はあるけど、柔らかいです。その時にこう関節に手を持っていて触ってみる。だから、こっち座ってみる。あ、そっち座ってみる。これで、昨日も大事な状態あれで、はい、これで、少し近づいて、はい、こう、あ、背中はまっすぐで、首の近づいて、はい、少し上げようか。はい、こっち向いて。よし、これ、はい、こんだけ、これ。うん、こう触ってよ。胸やばい。うん、やばい。うん、これが、はい、普通でやる子はする。どうぞ。うん。固めたら。うん。ね、じゃあ、ここ。うん。え、これ、ここを緩めるよ。うん。ここで。うん。え、力を入れて。上。顎を上げて、はい、左を向いて。はい、ちょっと上げて、こうやって。うん、うん。どう？うん。な。うん。うん、その時ここにちょっとこう添えとってやる。添えとってやったら、ま、任せてくれるから。うん、これが添えてやらなかったら勝たない。あ、う、あ、ん。だからさっき言ったようにここの首にしてもここにしても全部そう。どこの体を触るのも相手が私に任せてくれてるから、うん、ね。そして任せてくれてるとキーステーションどんだけ近づけたら位置が緩むのかな。うん、近づけすぎたら逆に起こせない。うん、軽く近づけて、これで入っちゃって、これで、はい、近づけて、これ、もうニュッと入る。なるほど。はい。だから、触診するというか、そういうことですよ。ね、だから、病院に行った時に、整形の先生とかで、若い子は結構、今まだ腐らないけど、やっぱおじいも緊張するのは先生だったら。はい、じゃあ力入れましょう。言うたってなかなか言うんでしょ。で、そこちゃんとこっちが刺してやって、で、それからこう、どこら硬いの、はい、ちょっと見て、これ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 で完全にこれ骨に当たったのか。はぁ、あ。だった。また触られたって感覚はわかるけど、触ったって感覚はわかんない。どうしたら緩めてくれるかないです。その時にいいか。うん、ここは触ったろ。うん、ここは触ってみろ。ここ。はい、近づいて。はい、近づいて。はい、こっち。うん、はい、こう押して、こう押さえれば、むっちゃいけません。うん、あ、本当だ。ごめんね、痛かった。ここを支えて、顎の動きを支えてる。うん、そしたら、任せてくれるから。こうなんだ。そうそうそう。これ？あ、こっち。自分が、この人、緩んだなっていう納得するまで、うん、ごめんな。うん、これやろ、まっすぐやろ。うんうん、で、もうこれまた硬いです、これ、うん、ね、はい、じゃあ、じゃあ、これ、これ、こっち、はい、もうちょっと、そう、こっちから考えて、そうそう、これです、これ、うん、これ指でこれ全部、これ刺しにしてます、これ、おお、うんうんうん、そしたら、ここから、はい、こうやって持ってきて、ほら、うん、ね、うん、これ前、染めたほうで、はい、こっちして、どう？ああ、持ち方が本当だ、確かに。こっちで支えてるってこと？こっちで軽く支えて、こっちで支持してる。こっち向け、こっち向けして。こっちでやっちゃうと嫌ですもんね、だってね。そうそう。顎でやられちゃうと。うん、こっちで、むず。顎は添えてるだけです。うん。あ、入った、はい、これか、はい、もう少し、うん、右こっちですか、うん、これはじゃあここでこうするってこと、うん、こ
こっちでやりたくなっちゃうね。顎を上げるのはいいんですけど。顎はいいのか。うん、じゃあ、でもグーッと上げたらやって緊張するよ。そっか。うん、で、自分がいつでも親指だろう、人差し指どこでも触れるように。うん、例えば、あとこうやろう、うん。これで、ここ触るんですよ。あ、こっちもいいよ。うん、ね、こっちは、これね。はい、近づいてごらん。はい、近づきました。こう持って、こう持ってて、これ。うん、ね、で、はい、ちょっとこれ上げて、こう上げて、はい、はい、ここでいい、これ、ほら。うん、ほら。でしょ。うん。だから、自分が一番遠い、はい、これで。スーッと、はい、こっち持ってきて。はい、これ。はい、こっちもこれ。はい、これ。これ。うん、うん。スポット行ったら、お前ら入る。入った。うん。なんだか。こっちが誘導してる、うんうん、自分の手をさ、うまく使えないとってことだって。そうそうそう、やっちゃう。いいですか。はい、こう思ってました。うん、いいか、かっこいい。難しい、難しいよね。上、あ、向きすぎかも。今触れてます。もう少し向こうやってるな。向こうやってる。そう、もうちょい。そう、ね、上げて。そうそうですね。あ、入った。お、な、逆回ろう。はい、少し上がる。ちょっとは、この一歩の感じ、ま、ですよね。はい、こうですかね。おう、うん、れそれは、ね、左か。はい、左か。左だろ、うん、左、これはまっすぐやよ。だからこれで、うん、はい、これで。おー、入った、うん、ちょっと傾けるのか。だからこれでね、例えば、今この筋肉だね、はい、この時のこれ、岸ってそこじゃん。はい、岸がここ、停止がここでしょ。うん、そしたら、このままで、こう、ちょっと待って、これでこうしても、これ、岸が離れてるじゃん。うん、これで、じわーっと、ほらほらほら、岸で近づいたよね。ちょっとこう、スポット奥まで入る、うん。筋肉は必ず岸で一緒に近づけてたら緩むから。岸で近づけて、あの、緩まんときは、近づけるときです。うん、近づけるときです。ね、緩まんわな、逆に、うん、首でも、この筋肉、ここ、ここと、こことここだけど、うん、じゃあこれを力抜いて、こうしたらこうスポンと入るよ、うん、でも、じゃあこことここ近づけてごらん。はい、ぐーっと、ほら、もうこれがしがちです。うん、うん、相手をどんだけリラックスさせるか。ということはここ触ってくるのも優しいさで、これ、うん、はい、行きましょう。普段もう完全に緊張してるから。先生のされ方優しいですよ。優しいやん、これ性格が優しい。今カメラですよね。教えるときもこれ優しく、こ自分のね、彼女みたいに優しく、はい、優しい、うん、ね、こうやったら、ね、ここでいいんですか。うんうん、え、ここはあ、支えるだけですか。体少し、こっち座って、こっち来る、うん、そう、で自分がこっち少しまた、ほんとやりやすいでしょ、はい、で、こういう感じに入れてました、うん、で、もうちょっと上向いてた、はい、うん、上、うん、で、もうちょっとこっち向きに傾いてた。そうそう、なんかこう、グイッと入れてくる。ね、これがグイッと。グワシッと入れすぎ。優しく。優しく。難しい。右手に力入れて左手に力入ってしまう。あ、むずいですよね。あ、そうなの。え、だからこ、あら、はい。もう可愛くてたまらんと思ってごらん。それもなんかそうですよ。マジマジ。あの肩、両手違う動きってむずいですよね。そう。だからでこっち力入れたらこっちも力入っちゃうんですよ。うん、こっち力抜いたらこっちも力入んないんですよ。確かに。ここの角度ですか。
これ次回いいですね。学校外れこいつまで。ちょっと。よし。だから待って、はい、これがね、はい、今はね、うん、こう思ったんだよ。はい、これ、はい、これ、この人はが、まあ、女性だから、はい、ね、優しくて、こう、ご足で嫌やの、はい。顎も邪魔ないし。だからこれで、はい、これで、これ。はい、うんうんうん、はい、これで、これ、あ、近づいて、グーッとこうして、こうして、はい、これで、ほら、コツンと言ってよ、これ、うん、はい、ね、確かに、なんか、上